東道高血は異説藩の第十二代の藩主、東道家、宗家十二代。性質は、八須賀成小幼女で、八須賀明淳の娘、両子。天保八年九月二十日に生まれる。海元年十二月十六日、十四にした、自住、大学頭に助任する。文久三年、父に代わって上京して、公明天皇に拝越し、五社の警備を務めた。 源氏元年4月18日、左この県検証書となる。慶応3年12月、朝廷の命令に従い、上落するもの、の、ほどなく規範する。明治元年3月2日、上落する。同年10月、藩赤奉還後の藩政改革を主導し、明治天皇の伊勢神宮参拝においても、守備などで尽力した。明治3年10月、藩士を解散したことで、 剣持騒動が発生する。明治四年六月二十八日、病を理由に父が引退したため、その後を継いで半知事となる。しかし、同年七月の廃藩知見で面官となった。明治二十二年十一月十八日、父に先立って五十三歳で死去した。懸命温公で書画の際にも優れていたと言われている。絵は、渡辺火山に指示し、書き図を得意としたという。 また歌いの腕前も免許回電の腕前で、自邸や実邸、黒田長近の赤坂の黒田邸に出入りし、北六平田にも稽古をつけたほどであった。ありがとうございます。